Welcome to Darkstar! I'm Ramajin! Today we're gonna do a Japanese listening drawings with Hino Akamaru Sensei! Let's go! はい、それではテーマは日本の歴史です。忍者を描いてください。はじめ。なるほど、いいよ。忍者なのに、なんか何この棒みたいなのは。マジ忍者だよ。これもしかして忍者がいた日本列島の場所を描いてる、もしかして。とか甲賀ってここにあるの？ちょっと待って、これ連邦軍のマーク書くんじゃない？どういうこと？5、4、3、2、1、終了です。ロマシさん、これは何ですか？あー、ヒンジョリです。ちょっと待って、もう一回インジュリです。インジュリです。今回のテーマ、日本の歴史で忍者っていうことなんですけれども、これは合格です。というのも、多分手裏剣を描いてくれたんだと思うんですけど、これは多分手裏剣が手に刺さって血が出てるところだよね。でもこれは私が手裏剣って言った時に描いてくださいということで、今回はダメです。ちなみに忍者はこんな感じ。はい、できました。忍者、日本人厳しいからね、こういうの。よし、腰は上がってるから、直しなさい。早く着きました。早く着きましたね。はい、じゃあみんな行くよ。テーマ、日本の歴史。次は、ちょんまげを描いてください。スタート。もう一度、ちょんまげ。ちょんまげです。ちょんまげを描いてください。書いてきますね、おまじんさん。あ、ごめん。なにそれ。怖い。ピノクリちゃんと描いてる？本当にちょんまげ描いてる？それ。ロマジさん、それ別のものでは。ロマジさん、それ。はい、それでは5、4、3、2、1、終わりです。ロマジさん、これミニ四駆書いてますよね。もう終わりですよ。ミニ四駆ですよね、はい、これちょんまげじゃなくて。
何です？ミニ四駆。なんだと？ミニ四駆。なんだと？ミニ四駆。そう、これはミニ四駆だよね。今はチョッパギを書く時間だよね。あ、マジ？はい。ちょんまげ、わかる？ちょんまげ。ちょんまげ。彼はシューマーケーです、うんうん。シューマーケーって何？シューマーケー。何？シューマーケー。Like プルン。プルン。ニョン。え？何それ？私が知らないやつなんだけど。シューマーケー。シューマッハ、これシューマッハなの？これ。レースカードライバー、シューマッハ、ドイツ人。シューマッハ？ちょっと上げとか関係あるの？フォーミュラワンのレースドライバー。なるほど。ちょっと上げをシューマッハが無理がない？ちょっと。はい。え、じゃあ次行っちゃっていい？次はね。ピノグリなんだけど、あのヨグリさんよ、これ何ですか？これ、おっとごめん、何ですか？まあ、サムライさんのような、ちょっとなんかとん、え？ちょっまげをしてる人？これ、ちょまげは神ですね。うん、そう、そうだよ。そう、まあ、サムライさんは歴史的な。僕が来てるから、浅村さんの髪の毛はちょまげと思いました。それでしょ。なるほど。ただね、これね、じゃがいもだね、これ。じゃがいもでしょ。じゃがいもでしょ、これ。ドラえもん。ドラえもん？え、何？え、何？ごめん、なんか攻めてるみたいになっちゃった、なんかなんでそんな申し訳なさそうな顔をするのちなみにちょんまげはこんな感じ。はい、できました。ちょんまげは日本のお侍さんとか殿様が髪を真似てなんか強さの象徴的なやつですよ。あの歴史系のあの単語は難しいですけど、今日も頑張りました。 Some old fashioned Japanese words are hard, but I keep the go. 今日はフィードバックデイです。私の日本語は、めっちゃまずかった。What I wanted to say today was that I learned how to say hair, ninja, what a ninja is, and something else. Thank you for watching. See you in the next episode.Thank you for watching. I hope you enjoyed this video. If you like it, please give us a comment and subscribe our channel. See you in next video.